日本人が今住んでいない日本毎年2月7日は北方領土の日ですその日に今年も北方領土返還要求全国大会が開かれました北方領土問題は日本外交にとって極めて重要な課題です引き続き強い意志を持ってロシアとの交渉を粘り強く 進めていいく考えでございます2月7日この日は1855年に日本とロシアの間で日露通行条約が調印された日これによって両国の国境がエトロフ島とウルップ島の間と法的に初めて確定したのですこれらの島には日本人のごく当たり前の暮らしがありました もう毎日毎日夏は魚すりですねもうバーンとあのランドセルを投げると友達とですねもうさっと魚すりに行っちゃうとしかしそんな日常は突如終わりを迎えます昭和20年終戦後に侵攻してきたソ連軍によって島民は強制的に島の外へと追い出されてしまったのです 私たちはふるさの姉妹さ <laughs> 戦後66年を経過してもなお北方領土問題が未解決であることは誠に残念に思います元島民の皆様もご高齢となられております 時間との勝負であるということも、自覚しながら対応していきたいと思います。これまで元島民の方などが、ビザなし交流で北方領土を訪れたのは、およそ1万人。しかし、すべては一時的なもので、その他にお墓参りなど、ごく限られた理由でしか、故郷に入ることができません。確かに私たちが、あの島に、 そして紛れもなく、もう日本の領土であった、で私のの祖父の墓もああそこにあります超党派でもちろん政府が一番頑張らなきゃいけませんけれども、しっかりと問題解決に向けて、全力を尽くすことをお誓いを申し上げて、私の挨拶に変えたいと思います。ありがとうございました